ここ今城大王の森は全国的にも貴重な歴史遺産である今城塚古墳を公開する広さ9万平方メートルの歴史文化の体験広場です。今から1500年前に作られた今城塚は6世紀前半の古墳としては日本最大です。古墳の形や埴輪の年代に関する歴史学者や考古学者の研究によって現在では西暦531年に亡くなった帝太大王の墓だと考えられています。展望台の南側には外堀と内廷、内堀という二重堀の向こうに緑の木々に覆われた墳丘が広がり、淀川流域最大の前方あ、立ち入り道。